マティージャこと、ハビエル・マグロ・マティージャは、スペイン・カスティー・ラ・ラマンチャ州、トレド県出身のサッカー選手。アリス・テッサロニキ所属。ポジションはミッドフィールダー。しばしば、プレースタイルがシャビと比較される。アルバセテ・バロンピエの下部組織から、ビジャレアル CF の下部組織に移り、2007年に、セグンダ・ディビジオン B のビジャレアル CFB の試合に初、出場した。 2009年4月4日、UDR メディア戦でトップチームデビューした。2009年12月、プレミアリーグのマンチェスターユナイテッド FC がマティージャに興味を示していると報道された。2010年2月25日、イギリスのスポーツ紙によって将来有望な若手選手10欠に選出された。2011年夏にレアルベティスへ移籍。翌年、 レアルムルシアへ期限付き移籍。2016年7月6日、エルチェ CFA 移籍。エルチェがセグン、西軍ダディビシオン B に降格した後は6ヶ月間、無所属の状態が続いたが、2018年に、ジムナスティックタラゴナに移籍した。2018年7月10日、ギリシャのアリス・テッサロニキに移籍した。ありがとうございます。